どちらですか？あちらにいらっしゃる。ちょっと待って、マジっすか？真っ暗じゃないですか？この距離でマジっすかですよ。タクシー空気がマジっすか？寂しすぎるよ。じゃあ、こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。素人メーカーという番組やってます。須藤と申します。よろしくお願いします。すみません、僕路上ミュージシャンやってます。斉藤と申します。ああ、よろしくお願いします。こんにちは。どういう曲をやるんですか？オリジナルがほとんどなんですけど、はい、4畳半フォークとか分かります？いいですね。あとアニソンとか。あ、いいですね。激しいのとか、お客さんと一緒に乗っちゃいます。オリジナル1曲聞きたいですね。1曲聞かせてもらってもいいですか？はい、分かりました。分かりました。タイトルは富良野の歌。富良野の歌、はい、北海道の富良野です。はい、今度僕ら来るまでに素人名鑑っていう曲を作ってください。はい、あ、どういったノリですか？あのしっとりしたやつ。しっとりした感じですか？素人と旅人をなんかこううまくかけたみたいな。なるほど。わかりました。でも最後は必ずララを入れてください。ララお願いします。わかりました。やりましょう。見た目からは想像もつかないマジスカーな歌声を持つ路上ミュージシャン達明。